やる気、元気、玉木、やる気も何もないぜっていう感じだけど。ね。もうこのタイトル見たら、やる気、元気もないぜっていう感じですよ。ということで、息子がコロナ陽性になりましたので、これからレポートしていこうと思います。皆さんも気になるでしょ？幼児とか、その親がかかったらどうなるのかしらみたいな。経過はどうなのかしらみたいなね、気になるわよねと思ってレポートしていこうと思う。ついでにこれを一本の動画としてカウントしようと思う。占いのネタ考えて占うよりこれを語ってる方が若干楽でしょ。若干楽だ。自分のね、負担軽減も考え、今後ちょっと体調がどうなるかなっていうのがね、まだわかんないし。はい、ということで、本日がね1月31日でしょ？昨日1月30日曜日に夜風呂上がり18時くらいかな、18時くらいにお風呂上がりにいつも息子にこうクリーム塗ってあげるんだけど、なんか体が熱いなと思って、で熱測ったら 37.7 とか8とか、うん、なんかその微熱みたいな、まあ、38にもいかない、あ熱があるなと思って、あ、じゃあ、この時は 37.0 だったか。そうか。で、寝る前かな。寝る前に 37.8 くらいだったのかな。そんな感じ、寝る前。うん。で、ちょっと暑いかもしれない。でも気のせいかもしれないくらいの、そう、なんか、平熱か微熱かくらいな感じだったのよ。で、今朝起きまして、31日月曜日さ、保育園ですよ、月曜日。で、朝の検温をしたら、家でね、朝30、これもね 37.7 とか、微熱だなぁ、みたいな。微熱だね、こう、うんね。まあ、このご時世だから、まあ、休みですよ、当然。もちろん、お休みですよ。で、休みますって言って、で、お姉ちゃんだけ行ったんだ。娘だけ保育園行ったの。娘は保育園行ったの。なんか、どうしても行きたい騒いで、なんか発表会の練習が今日いっぱいあるからどうしても行かなきゃいけない私はみたいな言って、そうすかって休んだ方がいいかなって思ったんだけど、うん、なんか先生もいいですよって言ったからなんか行かせちゃって、そうしましたら昼頃に娘がね、その保育園から電話かかってきて、園で陽性者が出たと。うちの息子じゃないよ、まだ園で陽性になった人が出ました。誰だかはまだ言えないけど、濃厚接触者が誰だかもうまだ何確認中だからみたいな感じで、なので早くお迎え来てって言われて、娘をね昼に迎えに行ったわけですよ。迎えで午前中私個人鑑定でいっぱいいっぱいだったので病院連れてけなかったので、午後小児科行って息子を連れて行ったら、コロナ抗原検査、抗原、PCR じゃなくてね、すぐ出る方。抗原っていうのはどう？こう？なんだっけ？これでいい？抗原検査？うん、抗原検査、はい。陽性でしたと。で、それで、保育園に電話して、息子が陽性だったんすって。陽性でしたよって電話したら、実はあなたの息子さんは、これで濃厚接触者でしたみたいな。これ先言ってよみたいなね。朝の時点で多分絶対分かってたじゃん。濃厚接触者だったよみたいな。だからうちの子は多分うつった側なんだよね。濃厚接触。濃厚接触だったよと告白され。うん。そりゃ良性になるねみたいな感じでですね。そんな流れです。で、小児科の先生からは2月9日まで隔離で、息子がね、他の家族はまだ分からんよ。2月10日から登園可能だよ、みたいな。登園か。息子。で、これプラス家族はさらにかかるのかな、みたいな絶望感だよね。どうしよう、これプラスさ、またさらに1週間とか、私と娘と主人、ね、夫が社会に出れません。息子は登園かになっても娘はいけないんか、みたいなね。謎だよね。ダメなの、娘。娘、ここで行っちゃダメなんよ。検査して陰性だったら。とか思わない？もうやるわー。もやもやするわーと思って。で、とりあえず、息子の症状は、
その、この熱だけなんか微熱みたいな。あと食欲もめっちゃあるし、食欲あるでしょ？食欲あり。元気あり。全然元気。なんかこれ以上熱も上がる気はしない、多分。熱上がる時ってブワーって一日、初日にガーって上がるじゃん。そうなんだよ。初日にガーって上がらないってことは多分もうこれでおしまいなんだよ。もう、これ以上にならない気がするの。多分ね、多分。うん、は、初のウイルスなので何とも言えないけど。うん。なんなら2、3週間前にさ、なんか胃腸かなんかの風邪で、1ヶ月くらい前かなんか39度くらいの熱が3日4日続いた時の方がよっぽど、ぐだぐだでみんなしんどかったわ、みたいな。っていうくらい元気もりもり。微熱があるだけ。っていう姿を見てるので、で、私もこの息子のさ、息子が陽性になる前に、この昼ご飯、息子が食べ残したご飯をがっつり食べてる。いや、このご時世お前やめとけよって思うかもしれないけど、まあいいやと思って食べちゃって、その後に息子陽性とか言われて、そうだよねーって、うん、なったけど、こう天を仰いだけど、まあなので、まあ、私も確実に彼が陽性なら私もコロナ、まあ、オミクロン株だろうけど、私も確実にかかるんだろうな。陽性になるかどうかわかんないけどね。それ反応するかどうかわかんないけど、私もかかったも同然だな、みたいな。なので、いつ私の症状がこう、出てくるかしら、みたいな。ドキドキ、ドキドキ期間ですよ、今。どうだろうね。でも、2、3日、2日か3日だって、息子が濃厚接触になったのって多分このもっと前でしょ？金曜日とかでしょ？結構前だよね。保育園で濃厚接触になったんだから。30、29、28とか。うん。それで多分3日4日で症状が出てる。っていうことは、私も息子とは毎日濃密に接しているので、チュッ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 しちゃってるので。どうなんだ？私いつ出んだろうね。症状出るとしたら。もう出てもいいのかな。そう思うと、なんか気分的な問題で、あ、食欲ないかもとか。なんか気弱な感じになって、メンタル弱いからなんか心配になると食欲一気になくなっちゃうみたいな。そんな感じです。とりあえず。とりあえず今のとこ元気です、みんな。この陽性の息子も含めみんな元気です。はい。また明日以降もなんかね、こういうことがあったよとか、こういう症状が出たよとか、出ないよとか、何か送られてきたよとかさ、レポートしていきますね。皆さん気をつけてね。もう気をつけようがないんだけどね。特に大人だけならさ、自分一人だけとか大人だけの世帯ならなんか気をつけようがあるじゃん。子供いるともう防ぎようないよね。もう本当に無理だっちゅうの。気をつけろなんて気をつけられない。もう持ち込まれるからもう防げないっちゅうの。うん。ということで、なんか時間の問題だと思っていたら来たね。では皆様もお気をつけくださいね。お気をつけくださいねって言って気をつけらんないってまたエンドレスループになっちゃうんだけど。はい。で、なんかね、母親に電話した。母についに息子が陽性になったよって言ったら、ねえ、東京のニュース聞いてたら毎日毎日大変だからどうだろうってこう電話しようと思ってたのよ。あ、ついにかかっちゃったのね、みたいにすごい陽気に言われました。で、私見に行こうかとも思うんだけど、でも私がかかっちゃったら元も子もないしね、みたいに、うん、そうね、うん、お母さんが、うちの高齢な70何歳の母がかかったら一番困る、それは一番困るので来ないでくれということで、そんな感じですね。とりあえず1日目はこんな感じで明るく元気にやっておりますので、まあツイッターとか見てれば、あ、元気なんだなってわかると思うよ。あんまり心配しすぎないで。ただただレポートしたいだけだから、こんな感じだよって。はい。では、じゃあね。バイバイ。